時は戦国。それは群雄が割拠し、終わりなき戦が繰り広げられた血塗られし時代。そんな光見えぬ時代に炎のごとく燃えたぎる熱き魂で一気火星に駆け抜けた一人の男がいた。その男こそ天下絶創の赤き武人、真田源次郎幸村である。これより語るは、信州上田にごくわずかな所領しか持たぬ田舎武士の次男でしかなかったこの男が、いかにして戦い、いかにして生き、そしていかにしてその魂を燃えたぎらせ、伝説的武将として後世へ語り継がれるに至ったか、その一人の男の生き様を描く真田幸村の壮絶なる一大事である。そしてこの男の人生を追うことはそれ自体、戦国の最も激しい時代からその終焉の時までを追うことに他ならず、この男の戦いをもって100年に及んだ戦国乱世は終わりを告げ、新たなる時代の幕が上がることとなるのである。いざ刮目すべし、真田幸村の熱きその生涯を。第一章、芽生えし創句の魂。戦国乱世に灯りし一回の熱き炎、真田幸村。その幼き日の名を弁丸と言った。弁丸は希望あふれる希代の軍略、なに、ついてくれや、わかるわかる。あれ、走るぞ、ベンマル。お待ちください、父上様。あれあれ、置いて行くぞ。急げ急げ、小せがれ殿。あいつら敵か。こっちへ向かってくる。みんなに知らせるぞ。と、ぼちぼち頃合いだね。いよいよ本番、真田家男児初陣の試練だ。さあさあ、そこなお客人、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。ここに入れたのは真田日本一の強者、勇士弁丸にござい。なんと、これよりこの弁丸が皆様方を一槍に見事なぎ倒してご覧に入れそうろ。
き残れよ、ベンマル。父上様。油断するな、取り囲め。体が思うように動かない。これが本物の戦。やはり数が多い。このままじゃやられる。父上様、アギュエ、ベンマルは、ベンマルは。ここまで先に着いた方が勝ちってのはどうだ。よし、このベンマル受けて立つ。なら行くぜ。心がローイヤー王子時代筆頭ボンテンマル押して参る。真摯上田、戦国一の食わせ者か。こいつはまた面白くなってきやがったぜ。いいんじゃねえ。Yeah!
修道のやつを巻いてここまで出張った甲斐があるってもんだ。うん、その小十郎とは誰だ。俺の右目、ま、お目付け役ってとこさ。いずれは俺の片腕になれ。あいつは強いぜ。運天丸が怖がるほどの御仁か。いつか出会わせ願いたいな。誰が言ってんだ。誰が。いいか、この世に梵天丸様が恐れるもんなんじゃねえ。だがその御仁も僕の兄上にはきっとかなわないぞ。ほう、言うじゃねえか。あんたの兄貴はそんなに強えのか。ああ、兄上たち、まさしく物の不、獅子のようなお方だ。兄上が不徳を継げば、真田はもっともっと大きくなる。父上様もいつもこうおっしゃっているんだ。僕は立派な強者になって兄上を助ける。真田の名は今に天下に轟くぞ。やれやれだ。武田はあの死んでるおっさんだけで十分厄介だったのによ。ひどいぜ天下ってやつは。こいつは骨が折れそうだな。小次郎、天丸。翔太。Thank you.
し、引き分けか。この度は貴殿のおかげで命拾いをしもうした。そうじゃねえだろ。俺とあんたはよ。行くぜ行くぜ行くぜ。うわー、さすが日本一。ほらほら、どうした。まさかもう息が上がっちまったってんじゃねえだろうな。これくらい兄上様との稽古に比べれば朝飯前だ。言ってくれるぜ。お前こそ疲れてるんじゃないか。立ち筋が単調になってるぞ。手加減してやってんだよ。あっという間に終わっちまったらつまんねえだろ。うん、そうだな。ずっとこうしていたい。楽しいな、梵天丸。ああ、俺もだ。俺も楽しくて仕方ねえ。ゾクゾク来やがり。こんな面白い結果は初めてだぜ。僕の体が、心が燃えるように熱い。これは、この感覚は何だ。熱い。梵天丸が燃えている。青い炎が僕を、僕の心を焦がしている。伝丸、なんだその赤い炎は。伝丸、あんた俺を焼き尽くそうってのか。面白い面白い。伝丸、凡天丸、燃えろ俺の高き魂。燃えよ僕の熱き心。いただきます。試してみっか。私は十字の大使マイお相手、片付けなく演じ立てまつる。せーの、よく見なよ、天気に轟け。性能が来やがった。悪いが勝負はお預けだ。絶対に決着をつけようぜ。約束だ、男と男のな。男と男の約束にござる。じゃあまたな、マイラバー。梵天丸、僕のライバル。